なんだろう。離婚？韓国の人気芸能人夫婦の離婚ニュースでーす。夫中の人気芸能人ではなく、本当に人気ある芸能人の夫婦の離婚です。彼らはドラマの縁で結婚しました。しかし、1年8ヶ月ぶりに離婚しました。なんか、ソン・ユキョウさんは人気がめっちゃあるだったけど、なんか前から男の問題でイメージがよく悪かったです。ソン・ジュンギさんと結婚するニュースが出て、韓国人はみんなソン・ジュンギさんを心配しました。もう私も少し心配しましたよ。なんか離婚の理由は話さなかったけど、なんかこのソン・ユキョウさんの男の問題が理由じゃないかと思います。なんか芸能人の話は韓国語で話し方かったけど、なんかこのテーマの話は怖いから日本語で話します。なんかソン・ジュンギさんは結婚する前になんかパンがいっぱいいましたが、なんか結婚するとき韓国人はみんなこんな反応だったです。もう誰より人気があって、これからもっと活動しなきゃいけないのに、なぜ結婚しますか。こんな反応だったです。なんか韓国ではほんまに人気があるけど、なんか日本では物語のイメージはなんか、ソン・ジュンギさんは、半日、映画に、出演。キムチ発言のイメージ。キムチ。ソン・ヘギョさんは、日本企業の広告、協力者のことが。日本の人たちには、この二人のことは、もう興味がないかと思うけど、韓国人には本当にショックだね。この二人のドラマは私は軍隊でめちゃ面白く見ました。あれが軍人だって。私たちがそんなにかっこいいなの？確かにドラマはドラマだよね。こんな感じで見ました。私は今日もう一度考えました。結婚を急にすることはやっぱ、なんか二人の離婚する理由はまだわからないし、なんか離婚の部分は誰の話でもめちゃ悲しいから、このテーマの話はここまでします。なんか結婚のことの私の考えは、愛と結婚は違います。私の考えはね、愛はただ感情、なんか結婚は約束と決心です。時間が経って好きな感情がなくても、この人と暮らすことができる人と結婚をする方がいいだと思います。なんか幼い人がこんな話をしてごめんなさいです。ただ私の結婚の考えです。오늘은여기까지고맙습니다。チュン